これは被災地の起業家の支援をしようというような団体になっておりまして、やっぱりですね、復興をやっぱりもたらすのって、それは人の力だと思ってまして、その時にやっぱり起業家の力っていうのが非常に重要になるなというふうに思ってます。私たちとしてはもちろんいろんな支援がこの被災地には必要なんですけれども、特にやっぱりこれから長く復興というのがかかってきますので、その時にやっぱりですね、地域のヤングリーダーになるような方っていうのがやっぱり支援しなきゃいけないかなというふうに思ってまして、私たちこの被災地をですね、起業家とかですね、再チャレンジの特別な場所にしていきたいと、起業家のパラダイスみたいにしていきたいっていうふうに言ってまして、はい、でここから起業家がどんどん出てくると。このビルのオーナーのナビスさんと共同の事業になってるんですけれども、コワーキングスペースっていうふうに言うんですけれども、起業家とかですね、そういったチャレンジする人たちが集まってきてコラボレーションしていくと、言った場所になってます。あ、そうです。月契約で、はい、フリーアドレスになってまして、席自由に使えるんですけれども、月1万500円です。で、ここで結構イベントとかも多くやってまして、東京だったり、全国の方との、ネットワークの拠点にもなってます。実際に先輩起業家の方々が東京、大阪からこう毎月毎月こっちに来てくれてまして、でその人たちかなりこう大きくなってる会社なんですけれども、でその人たちと地元のその起業家の人たちが交わってですね、すごい刺激を受けてるんですね、こっちの東北側が。私たちが支援している先っていうのは、普通の営利企業なんですね。はい、やっぱり、復興という時にビジネスをちょっと回すってことが重要だと思ってまして、でそれでやっぱりもちろん社会企業的なものももちろんいいんですけれども、やっぱりきちんとした営利目的で、ちゃんとこう、雇用を増やしていけるという会社をいっぱい作らなくちゃいけないと。仙台だとまだまだ少ないんですけども、私たち含めて 1,2 個っていう感じですね。はい、仙台駅からですね、東口に徒歩10分のところにある、コワーキングスペースになります。名前をココリンというふうに言いまして、志がリンクする場所ということですね。私たちここで起業家の方とか、もしくは、震災復興に関わっている方がですね、いっぱい集まってくる場所に、していきたいと思っています。現在もかなりの方が集まっていただいています。ぜひ、ご入居の方よろしくお願いします。